新型コロナウイルスの感染拡大の長期化は岡山の酪農業界にも暗い影を落としています。餌代の高騰だけでなく学校や飲食店の需要も減少、今は消費で応援してほしいと農家やメーカーは口を揃えます。美味しそうな牛乳がいっぱい作ってくれてますわ。瀬戸内市にある乳牛の牧場、小橋俊之さんは毎朝一人でおよそ40頭の牛の乳を搾っています。父親の代から50年以上続く牧場ですが、未だかつてない苦境に立たされています。まあ、この餌なんですけど、これアメリカから輸入しているチモシーっていう乾燥なんですよ。1キロあたり20円ぐらい上がってて、1ヶ月で計算すると大体60万から65万ぐらいコストが上がってるんですね。餌代の値上がりの要因は物流の停滞です。アメリカの港では感染拡大により荷物の積み下ろしをする労働者が減るなどして輸送費が高騰、その結果2年ほど前から餌代が日を追うごとに高くなっているのです。酪農やって50年ぐらい の方とかも、もう今までの中で一番厳しいって言ってますわ。で、先が見えないから、もう多分なんですけども、体力がない農家はもうどんどん潰れていくような状況ですね。今酪農家の皆さん結構困ってます。酪農の皆さんを支えるために、こうした中、岡山市の乳業メーカーが行ったのが牛乳パックの無料配布です。狙いは消費の喚起。感染拡大で餌代の高騰だけでなく学校や飲食店からの需要も減少、せっかく作った牛乳を大量廃棄せざるを得ない事態まで懸念されています。酪農家さんがいなくなってしまうと、原料の調達ができませんので、そういったことは、まあ、乳業としても大きな損失になりますので、今後も酪農家が、安心して生乳を搾っていただけるように、乳業としても頑張っていきたいなと思っております。愛情をかけて育ててきた牛たちをこれからも守っていくために、小橋さんは一人でも多くの人に窮状を知ってもらいたいと話します。儲けなしでやってるようなもう酪農家がほとんどなんですね。だからどうかね、こういう状況を消費者の皆さんが、まあ、一人でもね認識していただいて、まあ、一杯でも多く牛乳を飲んでいただければもうすごい嬉しいです。もう本当に牛乳が売れなくなるのが一番怖いんで。乳牛の飼育数は全国で10位、中四国では最大の酪農圏といわれる岡山です。おいしい牛乳を飲むことが今最大の支援になっています。